ワンダイレクションは、イギリスのボーイバンドである。2010年に結成。ハリー・スタイルズ、ルイトム・リンソン、ナイル・ホーラン、リアム・ペインがメンバーである。ゼイン・マリクは2015年にグループを脱退した。2010年、イギリスのオーディション番組、X ファクター第7シーズンで結成され、サイモン・コーワェルの、レコードレーベルのサイコと契約して、 ビートルズの再来とも称されるほどの世界的な成功を収め、アップオールナイト、テイクメホーム、ミッドナイトメモリーズ、フォー・メイド、インザ・エエムというアルバムは主要な市場でのトップチャートとなり、ホワットメクスユー・ビューティフル、ライブホワイルウィアーヤング、ベストソングエバー、ストーリーオブマイライフ、ドラッグメダウンなどのヒットシングルをリリースした。ブリッドアワードなど。 MTV ビデオミュージックアワーズを4度、ビルボードミュージックアワードを6度、アメリカンミュージックアワードを7度、ティーンチョイスアワードを28度などの200近い賞を受賞している。4度のワールドツアーを行っていて、そのうち2度のツアーはすべてスタジアムでのツアーだった。フォーブスによれば、2013年に推定7500万ドルを稼ぎ、30歳未満で2番目に高収入な。 有名人となった。国際レコード産業連盟によって2013年のグローバルレコーディングアーティストオブザイヤーに選ばれた。フォーブスによれば2015年は世界で4番目に2016年は世界で2番目に高い収入を得た有名人である。フォーのリリース後ワンダイレクションはデビューアルバムから4枚のアルバムがすべてビルボード200で 初登場1位となった初めてのグループとなった。3枚目のアルバムである、ミッドナイトメモリーズは2013年に世界で最も売れたアルバムであり、世界で400万枚を売り上げた。w ェア r e We ーツアーは2014年のボーカルグループのツアーとしては最高収益を上げたツアーとなり、史上15番目に収益を上げたツアーとなった。 ビルボードによって2014年の最高のアーティストに選出された。グループは2016年に活動休止となり、メンバーはソロ活動を行うようになった。2011年2010年、ハリー・スタイルズ、ルイトム・ムリンソン、ナイル・ホーラン、リアム・ペイン、ゼイン・マリクは、イギリスのオーディション番組、X ファクター第7シーズンにそれぞれソロ候補として、オーディションを受けた。 いずれもコンテストのブートキャンプ段階で脱落し、ボーイズ部門へと進めなかったが、代わりに5人がグループを結成し、グループ部門の出場資格を得た。サイモン・コーエルとゲスト審査員のニコール・シャージンガーの両方がグループを結成させるアイデアを思いついたと主張している。2013年に、コーエルはグループを結成するのに10分かかった。と述べた。 その後、5人は2週間集まって、お互いを知り、練習を行った。ハリー・スタイルズが、ワンダイレクションという名前を思いついた。審査員の自宅訪問の際には、エドナスワップのトーンを歌い、これがグループとして、初めての歌唱となった。コーエルは後に、このパフォーマンスを、自信があり、楽しく大胆不敵である、と評価した。 ワンダイレクションはすぐにイギリスで人気を獲得した。オーディションでは最終的に3位となり、オーディション終了後に優勝していればリリースされる予定だったフォーエバー・ヤングがインターネット上に流出した。その後すぐにコーエルのレーベルであるサイコと200万ポンドの契約を結んだ。デビューアルバムのレコーディングは2011年1月に始まり、 プロデューサーのレドネと仕事をするためにロサンゼルスへと向かった。2011年2月にハーパーコリンズから出版されたワンダイレクションフォーエバーヤングはサンデータイムズのベストセラーランキングのトップになった。同じ2月には X ファクターのライブツアーに参加した。ツアー中イギリス全体で50万人の前でパフォーマンスを行った。4月に ツアーが終了した後、デビューアルバムの制作を続けた。レコーディングは、ストックホルムやロンドン、ロサンゼルスで行われた。2011年9月に、リリースされた、デビューシングルである、h a t Makes You Beautiful は、国際的な成功を収めた。ソニーミュージックエンタテインメント史上最も、先行予約されたシングルとなり、その午前ウェイシングルチャートで1位に輝いた。 その後リリースされたシングルの g ッ t t a Be You と OneSingle ンンは全英シングルチャートでトップ10位でした。2011年11月コロンビアレコードと契約した。コロンビアレコードの会長はワンダイレクションとの契約は難しい決定ではなかったと述べた。同じ11月にデビューアルバムの Up All Night をイギリスとアイルランドでリリースした。 10代のリスナーたちは称賛し、2011年にイギリスで最も売れたデビューアルバムとなった。12月には最初のライブツアーであるアップオールナイトツアーをイギリスとアイルランドで開催した。当初、ツアーは2012年1月に終了する予定だった。2012年2月にアメリカに上陸すると、 ラジオでのプロモーションやビッグタイムラッシュの北米ツアーのオープニングアクトを務めた。その後、アップ・オール・ナイトツアーがオセアニアでも追加開催されることが発表された。ロックフェラーセンターで開催されたトゥデイに出演し、アメリカのテレビ番組に初めて出演した。その際にはおよそ1万5000人のファンが集まった。2月にアメリカでホワット・メイクス・ユー・ビフルがリリースされ、 ビルボードホット100で初登場28位となり、1998年以降、イギリスのアーティストでの最高位でのデビューとなった。ビルボードホット100では最高4位に達した。2016年6月時点で、アメリカでは480万枚のセールスを記録し、世界では700万枚以上のセールスを記録している。2012年3月には、 アップ・オール・ナイトをアメリカでリリースし、ビルボード200でデビューアルバムが1位となった初のイギリスのグループとなり、ギネスブックにも登録された。アルバムは世界16カ国のチャートで1位となった。アップ・オール・ナイトはアメリカで初めて50万枚以上のセールスを記録したイギリスのグループのアルバムとなり、2012年8月までに全世界で300万以上のセールスを記録した。 2012年に3番目の売り上げを記録したアルバムとなり、最終的には450万枚の売り上げを記録した。アルバムの成功に続けて、アップ・オール・ナイト・ツアーは、アメリカでの追加開催が発表された。2012年4月、アップ・オール・ナイト・ツアーでのパフォーマンス、アップ・オール・ナイト・ツアーは、数分で、チケットが完売し、批評家たちはステージでのパフォーマンスを称賛し、 商業的にも成功した。2012年5月には、コンサート DVD である、アップオールナイトザライブツアーをリリースした。この DVD は、世界25カ国のチャートで1位となり、2012年8月までに100万枚を売り上げた。また、アメリカでは、同じ週、ビルボードのアルバムチャート1位であったジョン・メイヤーの、ボーンレイズドより多く売り上げた。 同じ週の DVD チャートの1位の売り上げが CD アルバムチャートの1位のそれを上回ったのはビルボード史上初めてのことであった。5月にアメリカで初めて出版された d e Are to Dream Life as One Direction はニューヨークタイムズのベストセラーリストでトップとなった。2012年8月時点でシングルは800万を売り上げ、アルバムは300万枚。 DVD は100万枚の売り上げを記録し、ロンドンオリンピックの閉会式では、ホワットメイクスユービューティフルを披露した。9月6日に、2012MTV ビデオミュージック、アワーズで最優秀新人賞など3つの賞を受賞した。2012年2012年10月、セカンドアルバムからのリードシングルである、ライブホワイルウィア o ヤングをリリースし、国際的にヒットした。 発売されたほぼすべての国のチャートでトップ10入りし、アメリカでのアメリカ出身の歌手以外における初週売上記録を更新した。セカンドアルバムからの2枚目のシングルであるリトルシングスはグループにとって2枚目となるイギリスの週刊チャート1位を記録した。2012年11月、セカンドアルバムテイクメホームをリリースした。このアルバムは 国際的なヒットとなり、35カ国以上で1位を記録した。ビルボード200でも1位を記録し、2008年以降で同じ年に2枚のアルバムがビルボード200で1位となった初のグループとなり、これはボーイバンドとしては初の記録だった。また、デビューアルバムから2枚連続でビルボード200で1位を記録した初のグループとなった。テイクメホームは、 アメリカで54万枚の初週売り上げを記録して、ビルボード200に登場したほか、34カ国で、以上で、トップになった。さらに、アップオールナイトと、テイクメホームは2012年に、世界で3番目と4番目のセールスを記録したアルバムであり、各アルバムは、世界中で440万枚以上売り上げた。 テイクメホームとそのシングルであるリトルシングスはイギリスのチャートでそれぞれ初登場1位となり、アルバムとシングルが同時に初登場1位となった、イギリスの最年少アーティストとなった。テイクメホームはグループで制作され各トラックあたり平均5人のソングライターがいた。h a t Makes You Beautiful と o n e ン i n g を作曲したソングライターが、 ストックホルムで6ヶ月間でアルバムの曲を作った。2012年5月からストックホルムのスタジオでレコーディングが始まった。アルバムのアートワークはイギリスの路上でよく見られる伝統的な赤い講習、電話ボックスの周りを囲うメンバーの写真が使われた。テイクメホームはアルバムの質は音楽評論家より高い評価を得たが、 急いでリリースされたことに対しては批判された。2012年にエリザベス女王の前でリトルシングスを披露し12月3日にニューヨークのマディソンスクエアガーデンで行われたライブはチケットが完売した。2013年にブロンディのワンウェイオアナザーとアンダートーンズのティーンエイジキックスをマッシュアップカバーしたチャリティーシングルワンウェイオアナザーをリリースした。 イギリスの事前事業団体への貢献の一環としてガーナの小児病院でボランティア活動をし学校を訪れて寄付を行った。テイクメホームのリリースに伴って2013年2月より2度目のコンサートツアーであるテイクメホームツアーをスタートさせた。このツアーはヨーロッパ、北米、アジア、オセアニアでの123公演で構成されていた。チケットの売り上げは イギリスとアイルランドで発売から1日で30万枚に到達した。ロンドンの O2 アリーナでの6公演もすべて売り切れとなった。オーストラリアとニュージーランドでは18公演の19万枚のチケットが完売し1570万ドルの売り上げを記録した。このツアーではその歌唱力とステージでのパフォーマンスを称賛され、 商業的にも成功を収め、約163万枚のチケットを売り上げた。ツアーの総売り上げは1億1400万ドルだった。オフィシャルチャートカンパニーは、ワンダイレクションが2013年2月までに、イギリスで242万5000枚のレコードをセールスしたこと明らかにした。2013年2月、 テイクメホームツアーのグラスゴー公演でのパフォーマンス2013年7月22日、サードアルバムからリードシングルベストソングエバーをリリースした。この曲はアメリカでのグループ史上チャート最高位となる2を記録した。YouTube での24時間での再生回数が1090万回に達し、2012年9月20日に記録した。 ライブホワイル・ウィア・ヤングの820万回を自ら更新し、ビボの24時間再生回数1位となった。8月30日、モーガン・スパーロック監督による 3D でのドキュメンタリー及びコンサート映画、ワンダイレクションディスイズ・ Us がトライスター・ピクチャーズより公開された。この映画の興行収入は世界で6000万ドル以上となった。コンサート映画としては、 史上4番目の興行収入を記録した。2013年5月16日、初の全公演スタジアムでのコンサートツアー、Where We Are ツアーの開催を発表した。ツアーのチケットは数分で完売し、圧倒的な人気により追加公演が決定した。11月23日、ミッドナイトメモリーズの発売を記念して、1D デーというイベントを開催した。 YouTube でのファンに向けたイベントで、ライブパフォーマンスやサイモン・コーエル、シンディ・クロフォード、ピアーズ・モーガン、ジェリー・スプリンガーらゲストを迎えて7時間半に及ぶ、ライブ配信番組だった。10月28日、サードアルバムからの2枚目のシングル、ストーリー・オブ・マイ・ライフをリリースし、アメリカで6位、イギリスで2位になり、メキシコやスペイン、ブルガリア、デンマーク、アイルランドで1位になった。 2013年7月、ニュージャージー公演でのパフォーマンス、ミッドナイトメモリーズを2013年11月25日に発売した。イギリスとアメリカのチャートで初登場1位となり、ビルボード200でデビューアルバムから3枚連続で1位となった。このアルバムについて以前のアルバムよりややロックなトーンと説明した。年末にリリースしたにもかかわらず、2013年に 世界で最も売り上げたアルバムであり、400万枚のセールスを記録した。アルバムのプロモーションのために、アメリカとイギリスの X ファクターでパフォーマンスした。2013年12月、ワンダイレクションディスイズ US の DVD 及び、ブルーレイのリリースで、イギリスの記録を更新した。イギリスで発売後3日で、約27万枚を売り上げ、2010年に、 発売されたマイケル・ジャクソンのマイケル・ジャクソン・ディス・イズ・イットの記録を1万枚上回った。ワンダイレクションは国際レコード産業連盟によって2013年のグローバルレコーディング・アーティスト・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。ウェア・ウィ・ヤーツアーは2014年に最高の売上を記録したツアーとなり、史上15番目の売上を記録したツアーとなったほか、ボーイバンドとしては、 史上最高の売り上げを記録したツアーとなった。ツアーには340万人のファンを動員した。8月、グループ3冊目となる、One Direction, Where We Are, Our Band, Our Story, 100% Official を発売した。2014年4月、Where We Are ツアーでのパフォーマンス2014年7月21日、コンサート DVD である、One Direction, Where We Are, ザコンセールフィルムの発売を発表した。これは2014年6月28日と29日に行われたウェアウィーアーツアーのサンの3シーロ公演をレコーディングした DVD である。2014年9月8日、フォースアルバム4を11月17日にリリースすることを発表した。その発表の一環としてアルバムの中の一曲である。 ファイアープルーフを公式サイトで24時間限定で無料配信にした。フォースアルバムのリードシングルであるスチールマイガールを9月29日にリリースし、クラシックロックなこの曲は絶賛され、プラチナディスクに認定された。フォースアルバムから2枚目のシングル、ナイトチェンジズはアルバムリリースの3日前である11月14日にリリースされた。 アメリカでは100万枚以上を売り上げ、プラチナディスクに認定された。11月17日に4をリリースし、イギリスのチャートとビルボード200で1位となった。18カ国で初登場1位となり、320万枚を売り上げた。67カ国の iTunes ストアでランキング1位を記録した。ビルボード200の58年間の歴史の中で、 デビューアルバムから4枚連続で、初登場1位を記録した初めてのアーティストとなった。2015年2月、グループとして4度目となり、2度目の全、公演スタジアム開催となる、オンザ・ロード・アゲーンツアーをスタートさせた。ツアー開始から2ヶ月も経っていない2015年3月25日に、メンバーの全員マリクの脱退が発表された。5月14日、 レートにショーウィズ・ジェームズ・ゴーデンに出演し、新たな5人目のメンバーを加えることなく、活動を続けていく考えを明らかにした。オーストリア、アジア、アフリカ、ヨーロッパ、北米で80回のコンサートを開催し、10月31日に、オン・ザ・ロード・アゲインツアーは終了した。総額2億800万ドル以上、230万玉枚以上の、チケットを売り上げた。 2015年7月31日、事前の発表や宣伝なく、シングル、トラッグメダウンをリリースした。それにもかかわらず、フランスやオーストラリアなどの複数の国のチャートで1位となり、それぞれの国で初めて1位を記録したシングルとなった。また、アイルランドやイギリスでも1位となり、アメリカでは3位だった。このシングルは、フィフスアルバムからのリードシングルであり、 ゼインマリクの脱退後初めてのシングルであった。このリリースに続いて2016年からグループの活動を休止することを明らかにした。9月22日、フィフスアルバムのタイトルがメイドインザエーエムであることと、そのアルバムからのシングル、インフィニティのリリースを発表した。スナップチャットでアルバムのトラックリストを公開し、後に iTunes ストア上で確認された。 10月、シングル、パーフェクトをリリースした。ビルボードホット100でトップ10位入りし、ドラッグメダウンに続いて2枚連続で、通算5枚目のビルボードホット100で、初登場トップ10位入りしたシングルとなり、ビートルズの4枚を上回った。2015年11月13日、メイドインザ AM をリリースした。イギリスでは1位となり、アメリカでは2位となった。このアルバムは、 2015年で6番目の売り上げを記録した。11月22日、アメリカンミュージックアワードにおいて2年連続でアーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞した。ルイトム・ムリンソンは活動休止期間が18ヶ月間になることを明らかにした。12月13日、X ファクターのファイナルでパフォーマンスを披露した。 グループとしての活動休止前最後のパフォーマンスは12月31日、ディック・クラークのニューイヤーズ、ロッキングイブでのパフォーマンスとなった。2016年1月13日、US ウィークリーは、グループの活動休止が、永続的になる主張する記事を出した。その理由として、オン・ザ・ロード・アゲンツアー終了後に、メンバーそれぞれが契約を更新しなかったことを挙げた。グループは、 その報道を否定し、活動休止の計画は何ら変更されていないと述べた。2017年5月までに、メンバーそれぞれがソロとして、シングルをリリースした。活動休止期間は18ヶ月間とされていたが、2021年11月現在、グループの活動は再開されていない。ジャスティン・ビーバーは、ラブリーなルックスも良いし、彼らのメロディアスで、ドリーミーな声もグッドだね。 それに、イギリスなまりが加わったら、アメリカ中の女の子が夢中になるのは、子供がポテチを好きになるより、簡単なことさと語っている。デミ・ロバートは、ウェブチャットで理想のボーイフレンド像を問われ、ステレオタイプなボーイバンダーのミスターナイルかなと語った。その世界的な人気から、21世紀のビートルズとも、呼ばれている。ライブホワイル・ウィア・ヤングが、 目覚まし土曜日の主題歌に起用された。2013年1月に初来日。ミュージックステーションにライブ出演し、プレゼンターのタモリの後ろでおどけた仕草を見せる、当番組をエンジョイする姿を見せた。この TV 出演後アルバムの売り上げが急上昇し、2月4日付、オリコン総合週間アルバムランキングのトップ12、テイクメホーム、アップオールナイトの2作が、 同時にランクインした。日本において海外の男性アーティストの2作がオリコン総合週間アルバムランキングのトップ10に同時にランクインするのは1992年のブルース・スプリングスティーン以来4年1ヶ月ぶりのことであった。2013年11月には2度目のミュージックステーション出演を果たした。2014年には NTT ドコモのスマートフォンの CM に出演している。2014年2月8日には日本でも公式ストア 1D ワールドジャパンが東京、大阪にオープンしている。2015年3月4日発売の週刊ザテレビジョンでは1987年のマイケル・ジャクソン以来28年ぶりの海外アーティストによる単独表紙を飾った。ディテールは ワンダイレクションの作品を参照ワンダイレクションオフィシャルストア 1D ワールド東京世界で展開されているオフィシャルストアの正式名称は 1D ワールド2012年2月にヨーロッパのストックホルムからスタートして期間限定のイベントストアとして運営され販売形態もコンサート会場での販売方式が取られていた オーストラリアでは2012年12月から2013年1月にかけてロードトリップストアというトラックを店舗とした移動販売の方式でオーストラリア全土を回っていた。日本では2014年2月8日東京と大阪に 1D ワールドジャパンがオープンしている。ありがとうございます。